弾道ミサイルの可能性があるものを少なくとも1発東方向に発射した。北朝鮮は本日7時25分ごろ、北朝鮮の内陸部から弾道ミサイルの可能性があるものを少なくとも1発東方向に発射した。詳細については現在分析中であります。また現時点において我が国の航空機や船舶への被害報告等の情報は確認をされていません。なお詳細については現在分析中でありますが、通常の弾道軌道だとすれば約700キロ未満飛翔し、落下したのは我が国の排他的経済水域外と推定をされています。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国と地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、強く非難をいたします。